先週、人気漫画はじめの一歩の作者で知られる森川ジョージさんら人気漫画家たちが東京都議会にある陳情を行いました。求めたのは不健全図書の名称変更です。この陳情には多くの漫画家たちが賛同の声を上げています。そもそも不健全図書とは、過剰な性表現や残虐表現が含まれる書籍や雑誌、文書などのことで、青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるものと規定されています。東京都の条例では不健全図書に指定されると未成年への販売が禁止されることになりますが、今回漫画家たちが不健全図書という名称の変更を求めた真意とは。事業者は成年に対する販売は可能であるにもかかわらず、誤った印象が広がり、販売そのものをやめてしまい、経済的損失が生じている。陳情を受けた都議会でも指摘が。不健全図書という名称は、これは対象を限定する要素の言葉がどこにも入っておりません。でこのことが条例の趣旨を逸脱した過大な効果、解釈、誤解を生んでしまっているのではないかと考えますが。成年には販売可能にもかかわらず、書店が店頭に並べなかったり、アマゾンなど通販サイトが取り扱いをやめてしまうなど、表現の場を奪われているというのです。都議会では不健全図書という名称が時代に即していないという一定の理解はあったものの。賛成の方はご起立願います。起立少数と認めます。陳情は採択されませんでした。なぜ名称変更はかなわなかったのか。そもそも不健全図書の選定方法や基準に問題はないのか。そして今後の漫画界はどうなっていくのか。今回の陳情の中心にもなった森川ジョージさんとともに考えます。はい、ということでね、お二人いかがですか。いや本当になんかどちらの意見も理解できちゃうというか、その作品としての表現だろっていうことももちろん理解できるし、一方でその青少年そういう時期、いろんな影響を受けやすい時期に、まあ、判断も誤ったりする時期でもあるし、そういうのものに、触れてしまうと、確かにどうなんだろうっていう意見もうなずけてしまうというか、ただそれらを全部一括りに不健全とか、有害だって言ってしまうのは確かに僕もちょっと乱暴かなと思うんですよね、やっぱり R 指定とかいろんな表現が ある中で適切な表現ってもっとあるんじゃないかなと思いますね。はい、金近さんどうでしょうか。いやそれこそその R 指定って言葉があるわけで、何歳から見ないようにしましょう、親のね、同意、親がいないとダメですっていうのがあるわけだから、それ使えばいいのに、どうしてわざわざ不健全という言い方をするんだろうっていうのもあるんですけど、でもこの話も僕はもともと今知らなかったんで、今回の件で知ったわけで、だからまあ他の人からしてれば変えてもいいけど別に変えなくてもよくないっていう感覚だと思うんですよね。だから面倒くせえなって多分皆さんが思っちゃってると思うんですよ。だそれによって不利益を被ってる人のことを無視しやすいというか、だからその状況が良くないのかなっていう。だからこれによってどういう影響が起きてて、どれだけ苦しんでる人がいるのかっていうことを多分皆さんが知っていくことで、これって緩和されるんじゃないかなっていう。今は多分知らないからこそ簡単に別にいいでしょって思っちゃってると思うんで、そこはなんかみんな知っていかなきゃいけないんだろうなっていう感じがします。はい、ですからまあ今回ね、その不健全図書に選ばれてない漫画家の皆さんも声を上げてですね、これおかしいんじゃないかということをおっしゃってます。なぜなのかということを含めてですね、伺っていければと思います。ではゲストをご紹介いたします。不健全図書の名称変更を求めた、漫画家の森川ジョージさんです。森川さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。不健全図書ということで考えていきたいと思いますけれども、そもそもどういったものを指すのかということで見ていきますけれども、これ東京都ですが、青少年健全育成条例第15条ということになりますね。過激な性描写あるいは残虐表現
犯罪や自発を誘発するものとされていまして、こうした場合はですね、それに指定されますと未成年へ販売禁止ということになるということなんです。そうした中で今回この不健全図書という名称を変えてほしいということで、求めて、陳情されたということなんですけども、なぜこの名前を変えてほしいということで陳情されたんでしょうか。これはですね、はい、そもそもは、栗下善光っていう元都議と、はい、星崎レオっていう不健全図書に指定されてしまった女性作家が2人でやったことなんですよ、はい、で途中から僕は協力する形になったんですけど、うんうん、これ条例ですんで、条例を変えるっていうのはいろんなものをひっぺがさなきゃいけなくて、はい、とても大変になるんですよね、うんうん、ですから名称だけっていうことで始めはいこうかと、うん、条例ごと変えたいっていうのは本心としてあるんでしょうけど、僕はそうでもないんです実は、はい、僕は実は不健全図書って名前に残っていいと思ってる方なんですけど、なぜかというと、時間いいですか。どうぞどうぞ、どんどん。なぜかというと、これはさっきも出ましたけど、不健全図書指定っていうのは、映像なり記事なり雑誌なり全てにかかることなんですよね、はい、エンタメの、はい、それなのに漫画だけ、漫画専門の条例にはなってしまっているの で、うんでね、漫画いじめになっちゃってるイメージなんですよ、はい、そうですね、これ60年前からあるんですよ、60年前からあって、手塚治虫さんの漫画が学校の校庭で燃やされたりとか、そういう事件があったんですけど、漫画いじめのためのやつになってて、だったら僕は不健全漫画って言ってほしいって言ってほしいぐらいなんですよね、もう指定は漫画のみっていうふうに今も出てますけど、はい、不健全図書の中でなんで漫画のみなのかと、うん、で今回調べたところ、党の役員の人が、職員の人ですね、その人が6名が毎月100冊の漫画をランダムに、本屋さんに行って買ってくると、それでその中で選ぶって言って、はい、じゃあ他のも項目に入ってるけど他の別に買ってきてないでしょってことになったので、ただですよ、僕としては毎月100冊本屋に行って買ってきてくれる、年間に延べにすると1200冊買ってくれるお客さんっていうのは業界にとってものすごく大事なお客さんなんで、ここは悩みどこですよね。他の漫画家の皆さんにもお声かけされていったっていうところで、そこには少しためらいもあったっていうふうに聞いてますけれども、どんな思いでこう、そうですね、巻き込んでいいのかとか、これは前の知事の時に漫画家は卑しい仕事だって言われてたんですよね、ですからこれは支援になっちゃってるんじゃないかなっていうのを自分に自問自答しまして、はい、友人たちを巻き込むわけにいかないよって思って随分こう自問自答したんですけど、はい、そうではないと、これから漫画界に入ってくる人たちにいろんな稼がかかんないように今頑張りどこなんじゃないかなって自分で思いまして、はい、やってみようと思って、それで友人に声かけてたんですよね、はい、不健全図書という、そのある意味ではジャンルが存在するというか、ダメなものはダメよっていうものが存在していることそのものは否定しないというお考えだというふうに聞いてます。未成年に閲覧するってことでは、はい、僕は殺人兵器とか自殺の仕方とか、そういうものを教えるような漫画じゃないですね、こう図書とか、今ネットの記事とかありますよね、はい、そっちの方が不健全図書に指定してなくすべきかなと、成人したら見るのは別に自由だとは思うんですけど、はい、未成年に見せるにはそちらはどうかなと、実際殺人とかあるじゃないですか、はい、こういうことで殺せますよとか、銃が作れます、爆弾が作れますっていうのは、僕は未成年が見る必要ないかなと思いますけど、初めから創作物の漫画はそれとはまた別だと思うんですよね、はい、表現の規制についてなんですけど、僕はボクシング漫画を描いてるんで割と血が出ちゃってるじゃないですか、で暴力漫画だっていうふうに指定される危険性もあるんですけど、一緒にやってた医者漫画の人なんていうのは、仲いいんですけど、手術シーンで血をかくなって言われて、やっぱりそれは身内だのなんなので、手術して亡くなられた方がいたりとか、その辺が心が痛むからっていうことで表現の規制をそこしましょうって言って、メスを入れるところの一滴しかかけなかったらしいんです。そうすると医療漫画の外科医が主役だったんで、医療漫画の手をなさないと、はいはいはい、でだんだんこう狭められていって、
新種の寄生虫しか描けなくなるっていうことになってて難しくなったみたいです。うん、本当にそのリアリティを失っていきますよね。そうですね、本当の意味での、うん、金近さんどうでしょうか。まあ、そうですね、それこそリアリティを失うっていう面においてなんか想像力が欠如するんじゃないかっていうのがあって、うん、だからそれを見た子供って、うん、あ、これ入れても一滴しか出ないんだって思ったらそれより不健全じゃないかなって俺は思ってて、うん、ね、多分現実っていうものがあるんで、うん、それをなかったことにして多分規制をしちゃうと、うん、多分想像力がどん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 欠如すると思うんですよね、はい、でそれこそ今そのルール作ってる人たちって、うん、それがなかった時代の人たちなわけで、うん、その人たちじゃあ不健全なんですかって言ったら、うん、そうじゃなくてちゃんとルールを作れるまでの大人になってるわけじゃないですか、はい、それって別のところでしっかりとした教育がなされてたから、うん、しっかりとした大人になれたわけで、ただこの漫画というもののせいでおかしくなることってほとんどなくて、うん、それ以外の教育をじゃしっかりしましょうよっていうことだと思うんですよね、うん、まあ、周りが見てたりとか。大事な論点ありがとうございます、はい、これって漫画だけじゃないですよね、うん、テレビドラマで殺人シーンがあります、はい、これは影響しますかと、映画でもそうですね、はい、グロテスクな場面があります、うんうん、これはその見ている人たちに影響を与えますかっていう、はい、このコンテンツが見ている人たち に影響をどう与えるかっていうところは森川さんどんな風にこう、うん、あのお感じになってますか、うん、その疑念はいっぱいなされていて、はい、これがいいのにこれはダメかっていうことですよね、はいはい、それはいっぱいなされてるんですけど、うん、この不健全図書っていうふうに僕ら言われて、じゃあ不健全図書にならないようにしようと思うじゃないですか、うん、健全図書っていうのが言われたことないんです。健全図書を、はい、これを見習いなさいって言われたことないんで、 それが提示されない限り僕らはどこを目指していいか分かんないですよね。基準が曖昧というか、ルールが不確定なものをだやり玉に挙げられてこれは不健全だってやられると、確かにルールがないんだから分からないよっていうことですね、はい、で不健全って言われて、あの不健全図書に指定されてないのが健全なんですよってことならば、はい、健全なものをみんなが読んでるはずなんですよ、はい、じゃあ世の中健全なんですかっていうことになってきますから、はい、これがあれですよね、大きな問題提起ということでイラスト付きで書かれてることですよ ね、はい、不健全有害図書の対となるですね、健全無害図書という定義が曖昧であり、うん、時代によって変化するものです、うん、確かに時代によって変わりますよね、うんうん、かつてよかった ですからさっきおっしゃってたみたいにボクシングをずっとね、何十年も書いてこられて、うん、これは今だとそのバイオレンスという意味でのね、暴力性がっていうふうに言われた時に、うん、かつてよかったのにってこういう非常に曖昧なものですよねと、うん、ですから一度立ち止まって考え直しましょうというのが大きな問題提起でいらっしゃるということなんですよね、うんうん、はい、うん、新田さんどうぞ。だからすごくやっぱりそのこれは OK これはダメっていう線を引く側もめちゃめちゃセンスがいるというかその個人の見解ですごく変わるものだったりもするし、はい、うんうん、それこそ辛坊さんの話に戻っちゃいますけど、やっぱり漫画って今世界と戦える唯一の産業というか数少ない産業の一つじゃないですか、うんうん、そこにこう規制をガン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 かけていって、うん、そこ衰退させていいのかなって思っちゃいましたね。なるほど、うん、今回僕都議さんのところに行って陳情した時に質問したんですよ、はい、なぜこれやってるんですかっていう質問をすると決まったものだからっていうわけです。でどうしてこれが始まったんですかって、始まりは知らないと、うん、決まったものだからやってるんですっていうわけですよ、うん、だから先ほど、ね、あの 言っていただいたように決まったものだからと、条例だからっていうことだけでやってるだけなんで、あのこの国の良くないなと思うことはこれ僕の個人の感想ですけど、はい、やっぱりやめたって言えないことが良くないなと思ってるんですよ ね、 やってみるのはいいことですよ、うんうん、でもう都の職員さんも議員さんも一生懸命いいことだと思って頑張ってくれてるんです、はい、ただやってみて良くないなと思ったことは、うん、ごめんなさいねとか、そうですね、やっぱりやめてこっちにしましょうとか、はい、うん、どんどん形を変えてっていいんじゃないかなとは僕は思うんですよね。金近さんどう見てますか、こう漫画ね、まあ、でもそのいくら読んでもいくら読んでも無限に出てくるんですそうですよね、これ自分の人生の時間がさっきメイク中一緒だったんですけど、あのメイクしながら漫画読んでる大好きでね、常に、はい、うん、来る時も帰る時も何かしてる時ずっと漫画も読んでるんで、だから、はい、もうどんだけ時間があっても足りないぐらい漫画ってあるんで、まあ、日本だけじゃなくてもう海外も今すごいんで、もう止まらないんで、もうこのままでいてほしい気持ちがある反面、うん、もうちょっと取捨選択をそちらでしていただけると、うん、なるほど、贅沢な悩みありすぎるんで、うん、はい、ちなみにもう初めの一歩はもう最高ですね。ありがとうございます。常に読み続けてもう本当昨日も読んですぐ発売と同時に買って、はい、ありがとうございます。ウォーリーとリカルド最高ですよね。次仙道が始まりますから仙道の方もぜひ楽しみに。いや本当
あの一歩の現役復帰いつなんですかと。いやでも復活はしますよ多分、あの振りがあるわけだ、ね、でも知りたくないです。これ、一番いい読者ですね。素晴らしい、知ったらダメですよこれね。あのお呼びしといて聞かないわけにもいかないっていうね。お隣にいるのに平石聞かないのかというところもあって、そうですよね、答えてもらうとまた困っちゃうんだけど、はい、なんか言えることってなんかありますか。あの漫画家って、うん、よくいい意味で期待を裏切るとかいう表現がありますけど、はい、嘘ですよね。期待に応えていきたいですよね。喜んでほしくて書いてるわけですから。いや、それは期待に応えていきたいなと思います。喜びの総量ですよね、この全巻っていうのはね。そういうことでしたね。生まれる前からやってんすから、ね、そうなんですよ。そしてなんとこの番組のために色紙も書いてくださったという、はい、今日ね、あの不健全図書のことで呼んでいただいて、はい、それで都議会の皆さん、職員の皆さん、うんうん、この番組見ていかがでしょうかってことで、はい、うん、お後がひゅいごーすげー、素晴らしい、うわ、えぐい、私があのカメラに向かってありがとうございます。たまらんな、これ激アツですね、これ、ね、これやばいっすね。これ俺が持って帰っていいっすか。じゃんけんでいつもトロフィーとか俺が持って帰ってんの。そこは仲良く持ってないでというところですね、はい、うわ嬉しいな。いかがですか林太郎さん、うん、いやでも本当に、ね、先生もおっしゃってましたけど、うんうん、なんかその線を引く以上、はい、その義務というか責任というか、やっぱりそこが説明できる、うん、ここで線を引くにはこういう理由がありましたって根拠を説明できる必要があると思うんですよね、はいはい、でもう一個踏み込むと、あの今って欲しい情報が無限に手に入るじゃないですか、うん、そもそも規制することにどれだけ意味があるのかっていうことも考えちゃいましたね。有鹿さん、僕そうですね、あの、うん、結局この話って全てのエンタメに通ずるもので、そのお笑いもそうですし映画もそうですけど、うん、日本でやってるエンターテインメント全てがそういう問題に直面すると思うんですけど、やっぱり規制もすごく大事で、やっぱルールの中でやると、うん、スポーツもねルールがあるから面白かったりするわけで、まあ、ルールの中っていうのもすごい大事なんですけど、うん、それよりもやっぱ今自分が楽しんでるエンタメがどうなるかわからないぞっていうのを一人一人になんか思ってほしくて、だから嫌いなエンタメを攻撃するんじゃなくて、うんうん、自分のエンタメはどうだろうっていうのも、自分の好きなエンタメもどうなっていくんだろうっていうのをなんか改めて考えてもらうと、より緩和になっていく部分でもあるのかなっていうのは言いたいですね。そうですね、僕はね、はい、あの一歩 の、 その強いって何ですか、その強さについて考えるっていうシーンがすごく好きで何度かあるんですけど、うんうんうん、僕それで自分も強さについていっぱい考えたんですよ、うん、そしたらね最近リカルドも子供の時それ同じようなこと言ってて、うん、強さって何ですか。強さはですね、僕は自分なりの答えはもちろんあるんですけど、うん、なんか漫画の答えって何なんだろうっていう、うん、強さっていうのは、はい、過去に何かやったとしても、うんうんうん、それをほじくり返されたとしても、うんうん、今を一生懸命生きていくってことじゃないですか、ね、ありがとうございます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。